ベテシュアンは旧約聖書に登場するシュアンの家という意味のヘブル語にちなんだ地名である。ヨルダンガー渓谷とイズレエル渓谷が交わる位置にあり、古代は都市が栄えた。現在はイスラエルの北部地区に属する都市が建設されており、報道などではベートシェアンと表記される。人口は2009年時点で16,900人。スキトポリスの 遺跡エジプトのファラオセティ一世の石碑によると、セティ一世の知性一年目にベテシアンを攻略した。それ以降、エジプトの防備隊が駐在した。マナセ族はベテシュアンを中心とした都市国家を征服できなかった。また、ラメセス三世の頃からペリシテ人がエジプトの傭兵として常駐していた。旧約聖書のサムエル記によると、サウル時代にイスラエル人は、 ギルボアさんの戦いでペリシテ人に敗北する。ペリシテ人はサウル王とその子供たちの死体をベテシュアンの城壁にさらした。ダビデの時代にベテシュアンはイスラエルに征服された。ソロモン時代にはアヒルデのコバーナが治めていた。レハブアム王の時代にエジプト王死者区一世によって略奪された。後に、 ヘレニズム時代に再建されて、スキトポリスと呼ばれて、デカポリス同盟に加盟した。ローマがキリスト教を国教にすると、スキトポリスはパレスチナセクンダの首都になり、キリスト教会や修道院などが建設されたが、633年にアラビア人により滅ぼされ、さらに地震による打撃を受けた。中世以降はベイサンと呼ばれ、主にアラブ人の住む寒村となっていた。 イギリス移人島治療パレスチュナの後期、1936年から1939年にかけてアラブ人が大反乱を起こした際、代々住んでいたミズラヒムは追放された。1948年の第一次中東、戦争以前、ベーンの人口は5500人ほどで、9割はムスリムのアラブ人、残りはキリスト教徒のアラブ人であった。この戦争によって、 アラブ人住民はヨルダン川東岸へと避難して難民となり、後にはユダヤ人が入植した。ありがとうございます。